はい、皆さんこんにちは、ソニーデジタルネットワークアプリケーションズの松並と申します。よろしくお願いします。今日はですね、セキュリティの設計分析、脅威分析とか脅威モデリングとか言われているものなんですけどについてお話をしたいと思っております。よろしくお願いします。で、一般にですね、セキュリティ設計分析とか脅威分析っていうのは非常に難しいものとされていてですね、あまりソフトウェア開発の現場では普及していないと、あまり実施されていません。ところがですね、今いろんなものがネットワークにつながって IoT 時代になっていますけれども、どんどんですねこの重要性が増しているというところでありますと。でこのセミナーではですね、セキュリティの専門家ではなくてですね、ソフトウェアの一般の技術者の方でもある程度理解して実践できるように脅威分析、セキュリティ設計分析の方法をシンプルにした方法についてご紹介します。でこの方法はですね、私たちがソニーの現場の中でいくつも使ってまして、実績を重ねて改良してきたものになっております。はい、まず最初に自己紹介簡単にさせていただきます。松並勝と申します。ソニーのソフト専門の子会社の中でセキュリティのチームを率いてます。セキュリティの CTO みたいな肩書きでやっています。でセキュリティをやるようになったきっかけはですね、私2000年の頃にですね、秋にですね、レンタルサーバーが踏み台攻撃の被害にあってですね、でそれで非常に悔しくてセキュリティを勉強しようと思いまして、翌年の1月からですね、セキュリティのベンチャー企業に行きまして、セキュリティを勉強しまして、でその後、セキュリティのノウハウを生かそうということでソニーに転職して現在に至るという感じになってます。で一貫してやってますのがセキュアなソフト開発を実現したいということで、例えばセキュアコーディングとかセキュリティ設計分析といったソフトウェアを最初からセキュアに作る方法論の普及啓発活動に取り組んでます。で、主にですね、成果物としてはこういうIPA のセキュアプログラミング講座って最初のバージョンですけど、これの記事を半分ぐらい書かせていただいてますし、あと最近ですと日本スマートフォンセキュリティ協会というところから Android アプリのセキュア設計、セキュアコーディングガイドというものを出してまして、私はこのリーダーをやらせていただいております。はい。でちょっとお断りというかですね、用語の話で脅威分析とか脅威モデリングという言葉が一般的なんですけど、あえてですねセキュリティ設計分析というような言い方をしてまして、ちょっとですね、スコープが微妙に違うとかいうのもありまして、そういう言い方してますけど、脅威分析のようなものだと思って理解していただければと思います。はい。でそれではですね、セキュリティ設計分析とは何か、その位置づけについてお話ししていきたいと思います。はい。これはですね、ソフトウェアというかシステムを作る、ライフサイクルですね、作って運用するまでのライフサイクルを絵にしたものですけれども、一番左の方からですね、そのシステムの仕様を作って設計してコーディング実装して、でそこでですねソフトウェアをコンパイルしてできますけど、であとソフトウェアだけじゃなくてですね、手順書とかマニュアルも作りますね。でそれを検証して、で現場に導入すると、で現場に導入するときには計算機の中にソフトウェアインストールして、で手順書とかマニュアル人に渡して使ってもらうと。で運用するときにはですね、計算機と人がですね、協調しながらそのシステムを活用していくという、ことをイメージして書いています。でセキュリティ考えるとですね、攻撃が、サイバーアタックとか言われますけど、よく言われるのはこっちですね、計算機ソフトウェアの方のセキュリティホール脆弱性を突く攻撃が話題になることはありますけど、最近ではですね、その上の方ですね、人にですね電話とかメールでですね、騙してですね、で人をコントロールしてシステムを乗っ取るというようなことも行われています。このようにですね、システムを安全にするためにはですね、そのソフトウェアが安全でセキュアであるだけじゃなくてですね、人の方もですね、こういう攻撃に対応した手順書まで作らないといけないと、そういう時代になっているかなと思います。で、ソフトウェアに、配慮が、攻撃の配慮が足りないとか、手順書にもその攻撃が配慮されてないという場合に、事件事故が起こったりするわけですけど、そうするとインシデントハンドリングといって、事故対応をするというようなことを表しています。
はい、でここでですね、あのタイトルに書いてますけど、セキュリティの取り組みでよくあるパターン、まず、まあ、よくあるのこれですね、事件事故が起きてから慌てると、まあ、何も準備してなくて慌てると、まあ、でこれはまあよくあることで、まあ、でも論外ですねと。で最近のシステムではですね、結構これをやってる会社が増えてますね。もうあのシステムを作って出荷する前の検証のフェーズで脆弱性、疑似攻撃検査ですね、あのセキュリティベンダーに頼んでアタックしてもらうと、で見つかった問題をですね修正してから出荷するようにすると。でもう一個ありまして、あの最初から、まあ、セキュリティを意識して作るとやり方がありますと。でですね、10年以上セキュリティの仕事をしてますけど、あの、まあ、こんな傾向があってですね、こういうセキュリティの取り組みってですね、あの皆さんですね始めるとき下の方から始めるんですね。まあ、これは事故が起こって始めるっていうのはありますけど、まあ、あの運用のとこから始めたり、あと、まあ、よくてですね、その出荷前に検査して、であと最初から安全に作るっていう、セキュアに作るっていう活動の方はですね、なかなかやってる人たちが少ないという状況にあります。でところがですね、上流で取り組むほどですね、まあ、左の方で取り組むほどですね、このセキュリティの活動の費用対効果が非常に高いんですね。でまあ、それ例えばどんなことなのかというと、まあ、先ほどの検査の工程ですね、これはそこだけ、その疑似攻撃検査だけやるのはとても効率が悪いです。あれ私 の, あの、まあ、経験談なんですが、あのセキュリティのベンダーからソニーに転職してですね、そうするとあの君はなあのセキュリティ分かってるらしいから、あの次これから出荷する製品攻撃してくれないかと、で言われまして、まあ、初仕事なんでですね、あの頑張るわけですよ。いいとこ見せたいと思って頑張ってですね、ようやく脆弱性見つけてですね、で攻撃コード前作ってですね、ほらこんな風にやられます、でおすごいって言われると思ったんですね。で褒められると思ったんですけど、その瞬間からですね、場が険悪なムードになってですね、なんでかっていうと出荷日決まってますよね。でそこで大きな問題起こると、徹夜してでもそのバグ脆弱性を修正しないといけない。でもですね、僕はもうあのすることがなくてですね、でも終電が来てですね、すいません帰りますとみんなからですね睨まれると。セキュリティを極めるとですね、みんなから嫌われると。で一方ですね、あ、大体それでいいですよって適当に、まあ、やってるとですね、専門家からお墨付きをもらえたって喜ばれたりしてですね、なんかおかしいですよね。なんでかっていうとですね、これです。もうその期限が決まってる出荷間際でですね、まあ、セキュリティのこういう、まあ、問題を洗い出すという活動をやると、それはもう問題見つかるとですね、修正する時間もないですし、あと問題修正するためにもある程度勉強しないといけないので、開発者の人たちも勉強する時間がない、で嫌われるというわけです。じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、簡単な話でもっと上流側でやればいいわけですよね。まあこの静的解析ツールっていうのはソースコードを解析して脆弱性を見つけたりするものです。あと今日のテーマはこの設計文書を、まあ、人手で分析する、で設計に不備があったら対策をしてもらうということです。で、まあ、こういうものってですね、上流側でまだ出荷まで時間がありますから、問題が見つかっても修正の時間もあるし、開発者の方も、まあ、学習する時間もあると。でですね、このハッピーゾーンと険悪ゾーンって言ってますけど、この、まあ、決定的な違いの、まあ、セキュリティ面では決定的な違いですね。ある脆弱性が見つかったときですね、どんな議論がされるかっていうと、なんかコード上にこういう脆弱性がありますって言ったときに、この出荷間際だとですね、それ本当に危ないのかって詰め寄られてですね、その脆弱性が入ったまんま出荷すると、うちの会社何億円の被害になるんだって、まあ、問い詰められたりします。グレーなのところを、まあ、本当に危険かどうかっていう議論しかされない。ところがですね、開発の上流、開発してる途中だとですね、なんかこの辺、コードが危ないんだけど、念のためここにチェックのコード入れてほしいって言うと、あ、いいよって言って入れてくれるんですね。で、どんどん安全側に倒れると。こっちは1個の議論で何日間も議論したりするのに、これ1個の問題解決するのに、まあ、数分で終わっちゃうっていうことです。
まあ、このようにですね、もう上流側でハッピーゾーンでやる方がセキュリティ対策非常に効率よく回ると、まあ、これセキュリティに限らず品質も同じだと思いますけどね。で、まあ、ハッピーゾーンでやってるとちゃんと安全も確保できるというわけです。で、じゃあ良いセキュリティの取り組みってどういうものなのかっていうと、今その上流側が非常に大切って言いましたけど、上流側だけでもいけなくて、やっぱバランスよくですね、一通りやらないといけないんですね。で、ここだけでやろうとすると全ての問題をここで解決しようとするんで、まあ、無理が生じるんですけど、まあ、できるだけ安全に作っておいて、ここは外部の専門家に見てもらって残った難しい問題を見つけてもらうっていうようにするのがいいですね。あと運用の段階ではですね、ちゃんと事件事故を想定した体制と手順を用意しておいて、まあ、迅速に対応できるようにすると。あとは、まあ教育とかもですねやると。で、まあ、冒頭言いましたけど、ほとんどの会社はですね、左側の上流側やってないんですね。で、先ほど言いましたように非常に効果が高いんで、みんなもっと上流に取り組めばよいのにと思っております。はい。で、セキュリティ設計分析というのはその上流の中でももうちょっと上流側で、上流とさっき言ってたのは実装より前ですね、言ってたんですけど、どんな違いがあるかというと、この実装より後半側はですね、まあ、ソースコードとか、あと、を解析したりとか、出来上がったソフトウェアを攻撃してもらったり、これはですね、ベストプラクティスを実施したりとか、脆弱性を発見したり修正するような活動が主になっています。で、こういった活動はですね、効果はあるんですけど、ただ守んなきゃいけない資産をどのように守っているのかっていう確認まではしないんですね。なので、資産がどのように保護できているかっていうのを説明できないっていう課題があります。で、一方その設計、セキュリティ設計分析の方ですね、まず守るべき資産を全部洗い出して、その資産が設計でどのように保護されているかっていうのを一個一個確認して記録していくと。で、保護が足りないところは対策をするということをやるわけです。まあ、でですね、こういう分析をやって、その分析のこう出た構造の中にこういう、解析とかその検査の結果も含めてですね、ひとまとめにして表現することができてですね、まあ、そうするとシステム全体のセキュリティの状況は今こうなってますよっていうのを可視化できると。で、これによってですね、すべての資産がどのように保護できているかを説明できるようになると。はい。で、IT のセキュリティではですね、なんかその後半だけでもですね、結構機能してたんですけど、最近 IoT とか車みたいなものとか出てきてですね、セーフティーで命を扱ったりするようなものありますけど、そういうところはですね、攻撃して穴が見つからなかったから安全ですって言えない世界なんですよね。何をもって安全と君たちは言ってるんだっていうことをちゃんと説明できなくちゃいけなくて、なのでですね、この左側のセキュリティ設計分析というものの重要性が最近非常に増しているというわけです。はい。で、セキュリティ設計分析はシステム全体のセキュリティ状況を可視化する手段です。で、まあ、どんな具合に可視化するのかっていうのをまずちょっとお見せした方がいいなと思いまして、事例を持ってまいりました。ソニーの電子お薬手帳サービスのハルモというのがありまして、で、これにですね、私がお手伝いしまして、この分析をやって、まあ、安全になったっていうものです。で、まあ、このシステムでこんな構造になってまして、まあ、お薬手帳サーバーというのはクラウドにあって、各薬局の中に、まあ、薬局内の専用端末があって、あとタブレットでこの参照するみたいな感じになってます。あと、お薬手帳なのでですね、薬剤師さんがタブレット上にお薬手帳の情報を表示して患者さんと対話するだけじゃなくて、患者さんはお家に帰ってですね、自分のスマホでその登録してですね、自分のお薬手帳の情報をいつでも見れるというな構造になってます。で、ここでですね、この図を書いてますけど、資産、守るべきものをマップしてます。情報と機能はですね、守るべきものとしてあるんですけど、で、情報の方、情報資産で青色で、ピンクで機能資産書いていますけど、まあ、いろいろな場所にこう点在していると思います。で、こういうものをこんな感じで洗い出してですね、まあ、これだけのものを守らないといけないと。で、
資産をまあ洗い出しましたら、これ資産を一番左側にこの書いていますけど、でこれでですね、ここでですね、守るべきものが何かっていうのが全部明らかになったわけですね。で次にですね、ここ、脅威事象といいまして、資産を脅かす脅威事象、まあ、出来事ですね、これを書いてます、まあ、望ましくない出来事、起きてほしくないような出来事ですね。その〇〇情報っていうのをですね、例えば第三者が〇〇情報を読み取ったらダメですよねとか、第三者がそれを書き込んでもダメだしとか、あと患者さんが他の患者さんの情報を読み取るのもダメですよねっていうように、こういうふうにですね、起きてほしくないことを全部洗い出すと、でこれを脅威事象と呼んでいます。でここまですると、この起きてほしくない脅威事象一覧ができまして、これ起きてほしくないわけですから、今回のシステムではこうであってほしいっていう、あのするをできないに置き換えるとですね、第三者は丸々情報を読み取りできない、できてほしくない、まあ書き込みもできてほしくないっていうふうに、まあ書くと。でこれはですね、システムが満たすべきセキュリティの要件ということになります。まあ脅威事象が起きないことっていうふうにすると、まあこのようにシステムを作ってくださいと。でですので、まあこのようにシステムを作ればシステムが安全であると、セキュアであるというように、まあ、私たちは考えていますというふうに説明できると、はい、でここまではいいんですけど、今度はこの一個一個がですね、ちゃんとシステムで、できているのかどうかという確認をする必要があります。なので一個取り出しまして、一番左にちっちゃいノードありますけど、まあ、第三者が〇〇情報を読み取りできないために、このシステムはどうなっているかというのを全部根拠を書き出していくと、暗号で守っていますとか、アクセス制御で守っていますとか、まあ、そういうことを書き出していて、でこれですね、何をもってこの黄色のセキュリティ要件がこのシステムで達成できているのかっていうのを、まあ、書き出すと。でこれをですね、すべてのこの一行一行についてこういう図を作っていくことで、まあ、システムのセキュリティをこうなっていますと説明できると。守るべきものはあれこれで、でそれはこういうことが起きちゃいけなくて、でだからシステムとしてはこうでやってほしくて、でそのそれぞれについてはこういうふうに生きてるから安全なんですと。で、このちょっと、濃度が青と赤とありますけど、この一個一個の中にですね、命題っていう、まあ、文の形が入ってまして、文が正しかったら青で、あの間違えてる、まあ、正しくないっていう場合には赤で表示することになってまして、で一番左がですね、こういう要件を並べたものですね。ですので、この一番左側が青であると、セキュリティ、このシステムのセキュリティは全部確保されているということになると。はい。まあ、こういうものを作るのが、セキュリティ設計分析という作業になります。はい。で、この手順はですね、どういうふうにやっていくかというと、まあ、この後ですね、このセキュリティ設計分析のやり方について、僕らなりに噛み砕いて、まあ、分かりやすくしたものをご紹介していきたいと思っています。で2フェーズになってまして、まず最初のこの、どうでやってほしいという要件の導出で、あと一個一個に対してシステムが そのように作られているかどうかを確認すると、まあ、手順というようになっています。でまず上の方ですね、要件の導出をどうやるか。はい。で起きてほしくないことって従来ではですね、経験とかでですね、こういうことを起きてほしくないっていうのを、まあ、セキュリティのエンジニアが書き出していたんですけど、まあ、経験に基づくとどうしても揺れるんでですね、できるだけ機械的にやりたいということで、こういうやり方をやってます、まあ、はい。まあ、どうやって脅威事象を洗い出すかっていうので、こういう 文の形を作りまして、で、まあ、例えば攻撃者が情報や機能を読み取りとか書き込みとかをしちゃうとか、あと こっちは妨害系で、まあ、被害者、まあ、正当なユーザーが情報とかを読み取りとかしようとしたときに攻撃者がそれを妨害するとかですね。でこのカッコで書いてるところに、これスロットですね、このスロットにいろんなものを当てはめて、この、脅威事象の命題の文を自動的に導出するというようなことをやってます。まあ、組み合わせを、まあ、機械的に作ると。でどんな要素が入っているかというと、攻撃者とか被害者のところに人が入っていますね。人、まあ、アクターとかステークホルダーと言っています。あと資産、まあ、情報と機能、守るべきものですね。あと操作、まあ、読み取りとか書き込みとか、こういうものですね、はい。
でこういうやり方で、導出できると。で先ほどのスロットのアクターとかステークホルダー、人に相当するところ入れるものなんですけど、はい、でアクターって言ってるのはですね、あのシステムにアクセスしうる人物のことを言ってまして、今回のシステムの例で言うとこの第三者と患者と薬剤師とソニーという、まあ、4種類あります。であのソフトウェア開発で一般的にステークホルダーって言われてるあのシステムの利害関係者ですねはここまでですね、あのステークホルダーここまでだけど、あの第三者っていうのも含めてまして、これはあのその気になればアクセスできる人も、まあ、入れちゃうと。だから攻撃者になるような人も入れて考えるようにしています。でアクターっていうとあの4種類だし、ステークホルダーだとこの3種類で、アクターの方は攻撃者になる可能性があって、ステークホルダーは被害者になります。第三者はもともとシステムの関与者じゃないんで、この人が被害者になることはないと。で、患者とか薬剤師も攻撃者になるということを言ってまして、まあ、先ほどちょっと例もありましたけど、患者さん A が患者さん B の情報を見たりすると患者さん A は攻撃者なわけですね。まあ、薬剤師も同じような構造があります。はい、でアクターは先ほどみたいに洗い出して、次資産を洗い出すんですけど、資産はですね設計資料を見ていってですね、その中の単語ですね、情報データとか機能処理とかの単語をまず見つけて、その単語をですね、こっちの質問に照らし合わせてイエスとなるかどうかを確認して、イエスとなったら、あ、それは資産ですね。例えばある情報の単語があった場合、それ誰かに勝手に読み取られたりしたら困りますかって、困るかなっていう場合は、いや、それは資産ですねと感じで資産を洗い出していきます。で資産に対する今度は操作の部分ですけど、操作はあの読み取り、書き込み、実行、送信、受信とかってありましたけど、まあ、情報はですね、あのコンピューターの中にもあるし、通信回線で移動することもあります。で機能はですね、コンピューターの中にあって動かないですというのを表してまして、でコンピューターの中にある時の情報資産に対しては読み取ったり書き込んだりというようなオペレーションがあります。あと、機能についてはそのある機能を実行、呼び出すというようなオペレーションがあると。あと情報が送信される時には、この送信されている情報をまあ、受信したりとか、あと、まあ、攻撃者が送信したりとかというようなこともできますということで、まあ、こういうオペレーションがあると。まあ、ただこの送信と受信って言ってるのはもう結局あのこの書き込みと読み取りと意味的には同じなんで、まあ、リードとかライトとかって言い方をしたりもします。はい、で、まあ、操作の組み合わせはこんな風になってまして、で今あのアクターとかステークホルダーで資産と操作っていうもの、導出の仕方あのご紹介しましたけど、これをあの先ほど の, あのパターンにガツンと入れまして、出てきた命題があって、その命題が真の時、それって被害になりますかねとか、被害の原因になりますかねって考えて、はいだったら脅威事象に書いていくとのやり方で脅威事象を書き出せます。まあ、このようにですね、昔はあの、エンジニアの人たちが、セキュリティのエンジニアがまあ、なんとか経験で洗い出していったものをこういうふうに機械的に洗い出せるようになっていると。あと、脅威事象から要件出すの簡単で、あのスルーをできないに変えるだけですね。はい、まあ、このようにしてですね、先ほど の, あのセキュリティの要件を洗い出す ところまでができました。あとここから先ですね、一個一個の要件をが、まあ、システムがちゃんと満たせているかどうかを確認する手順についてご紹介します。はい、でセキュリティ要件の達成確認をするっていうのはどんな作業かというと、セキュリティ要件を満足するための設計の根拠を設計の中から探して、先ほどの分析図のツリー状の図で記録して表現するという作業になっています。ただですね、多くの場合はですね、要件満たせないような設計になってるんで、まあ、探していくと根拠がなくて、あ、これって満たせてない、つまり脆弱だよねというのが見つかるわけですね。そうするとそこであの何が原因で脆弱になっているかというのが分かるので、設計修正することができると。で まあ、そのことによってシステムがどんどん、まあ、繰り返していくとセキュアになっていくと。まあ、これがあのセキュリティ設計分析の、まあ、価値ですね。で最終的にはですね、あの
こういう図を作って、まあ、分析時意識がですねシステム全体のセキュリティを説明する情報になるとわけです。はい、でこの手順はですね、まあ繰り返しこういうことをやるんですけど、まあ、一番最初にセキュリティ要件1行を取り出してそれを起点のノードにして始めます。でそこから1個のノードからですねそれをどんどん分解していくんですけど、この3種類の方法で分解できます。分析対象のシステムの設計知識に基づいて分析、まあ、例えばこの通信回線が2本あったら A 回線と B 回線それぞれ安全かどうか、そうか、後で説明します。あとセキュリティの知識を使ってですね、まあ、防御方法とか攻撃方法に基づいて分解する方法があります。あとこれらの方法はですね分解パターンって言ってですね再利用可能なパターンがあったりするんで、パターンを知っていればそれで効率よく分解できると。で分解していってですね新しいノードができたらそれはTrue とか False にできるかっていうのを確認してですね設計情報でここに根拠があったから True とか False とかって書くんですけど、でまだ根拠がないっていう場合はもう一回分解するということを繰り返していくと先ほどみたいな図ができると。でこの3つについてこの後ちょっとご紹介します。はい、で設計知識やセキュリティ知識を使った分解の方法なんですが、ですね、これある情報がですねインターネットを通っているときに、まあ、それが第三者から読み取ったりとかできないという、まあ、要件なんですけど、これがですね今回のシステムはさ、冒頭でちょっと言いましたけど薬局とサーバーとあと自宅のスマホとサーバーっていう2系統の通信があるんで、その薬局の方の通信がちゃんと暗号通信で安全になっているっていうのと、あとスマホとの通信が暗号通信で安全になっていると、この2つに分けてこの両方が安全だったら安堵で、だからこの情報は安全ですよというように表現すると。これは設計の知識ですね、日本の2系統の通信があるということで分解していると。で次ここはですね暗号通信 HTTPS っていうのがあるんですけど、これ使い方間違うとですね暗号破られるんですけど、でその注意点がここに4つありまして、これはもうセキュリティの知識ですね使って、まあ、証明書はちゃんとしたとこから買ったものかどうかとかっていうのはことはこういうふうに分解されて、全部がちゃんと安全な時に確かに暗号通信が安全だと言えると、まあ、このように分解して、で証明書はですねエンジニアに聞いてちゃんとしたとこから買うって証言もらったんでじゃあツルーにしましょうとっていう感じで分解してまあいくわけです。あとここはここで分解できなかったんでさらにまた分解していくと、まあこのようにですね一番上のノードの意味を新しい設計の知識とかセキュリティの知識を使いながら分解していって意味同じ意味を保ちながら分解していくと。でこの分解のやり方にパターンがあってですね、例えばですねある情報攻撃者が丸々情報を読み取りとか受信とかできないって、まあ、書いてノードがあった場合にはですねその情報はですねいろんな場所にこう情報は移動するんでですねその一箇所一箇所ごとにですね分解するんですね。でスマホにあるときとかインターネット流れてるときサーバーにあるときとか Wi-Fi にあるときみたいなそれぞれに分解して、で攻撃者が情報をリードできないよねっていうふうに書くと。でこれを全部安全である場合できないということが保証される場合にこの情報は第三者に読まれることはありませんと、まあ、こういうふうにですね情報がある場所で分解すると。で、これはですね、攻撃者丸々情報をリード、さっきはできないだったんですけどできるっていう攻撃者側のに立場に立ったような表現の場合はここがさっきアンドだったのがオアですね。攻撃者は1箇所でも破れたら勝ちなのでアンドじゃなくてオアになるとか、あと、まあ、書き込みの場合は、まあ、とかちょっと時間の関係で飛ばしますけど書き込みの場合はこういう分解の仕方ありますし、とかあと暗号通信先ほどご紹介しましたようにもう基地の、まあ、ナレッジベースから持ってきてチェックリスト的にこう分解すると。あとですね防御の観点で分解するのがやりにくくて攻撃の方が分解しやすいとか、
まあ、その逆もあったりするんですけど、まあ、そこでですね、このノットを挟んで攻撃視点と防御視点を切り替えるっていうやり方もまあやります。まあ、これによってですね、分解しやすい方にでどんどん効率よく分解作業を進めていくと。でこういったですね、分解のパターンっていうとですね、いろんなものがありまして、このパターンをどんどん蓄積していくとですね、あんまり詳しくない人でもこのパターンを使えばそのままどんどん分解がサクサクできるというわけです。はい、でですね、私たちこういうグラフ作ってるんですけど、GUI とかの作図ツールとか使うとまどろっこしいんで、 Excel でこんな感じで式的に書いておいて、マクロとグラビズっていう作図ツールを使ってですね、こういう図を作りながら分析をしています。はい、まあ、ちょっと余談でした。はい、でまとめですが、上流のセキュリティ活動は費用対効果が非常に高いですと。でセキュリティ設計分析は、全ての資産がどのように保護できているかを先ほどみたいに説明できる、方法です。で、このセキュリティ設計分析、脅威分析あまり流行ってない理由はですね、非常に難しいとされてきたんですね。どういうふうに脅威事象を洗い出すかとか、そういうことは難しいし、分解の仕方も難しいとされてきたんですけど、今日ご紹介したようなある程度機械的なやり方で私たちできてるんでですね、非常にシンプルなやり方です、ご紹介しました。で、こういったセキュリティ設計分析ですね、私流行らせようと思ってますんで、ご興味ある方はですね、この後お声掛けくださいと。はい、私からは以上です。どうもありがとうございました。